リジェ JS31 は、ミッシェル・テツとミッシェル・ボイジョンが中心となり設計した F1 マシンで、1988年シーズンにリジェチームが使用した。1988年シーズンはターボエンジンと自然吸気エンジンの混走となり、JS31 はジャットの自然吸気エンジンを搭載していた。この年、ターボ車の燃料タンクが150リットルに、 制限されていたのに対し、自然吸気車のタンクには制限がなかった。自然吸気車は1レースで200リットル近い燃料を消費した。1988年はレース中の燃料補給が禁止されていたため、自然吸気車はターボ車よりも大きな燃料タンクを搭載する必要があった。JS31 の大きな特徴は燃料タンクが2分割されていたことである。 ドライバー背後の一般的な位置に120リットル、エンジンとギアボックスの間に80リットルの燃料タンクが配置され、合計で200リットルの容量があった。燃料タンクを分割して搭載する目的は、ハンドリングを安定させることと車高を下げ、空気抵抗を減らすことだった。ドライバー背後の燃料タンクは、コックピットサイドにまで張り出しており、張り出した部分は、 ステアリングホイールのあたりまで前方に伸びていた。これにより通常のタンクを持つマシンよりも前後は低く抑えられた。しかし燃料消費によって重量が大きく変化する燃料タンクをエンジン後方に搭載したことでレース中にハンドリングが変化してしまい目論み通りとはならなかった。また当時の F1 としては斬新なパワーステアリングを装備していた。 しかし当時の装置は大きく重く、これも車種バランスの悪さの一因となったことから、ヨハンソン社では早々にパワステは取り外された。意欲的な設計ではあったが成績は大きく低迷し、予選不通化もしばしばであった。開幕当初はレギュレーションで定められた最低重量を 30kg 程度上回っていたとみられるが、シーズン中には軽量化が進められ、 第11戦のベルギー GP にはエンジン背後の燃料タンクを取り外した予選用写真も導入されたが大きな効果はなかった。JS31 のあまりの不振に第3戦モナコ GP 終了後前年モデルの JS29 をフットボックスレギュレーションに合わせて改造したマシンにジャットエンジンを搭載してテストを行った。 このテストで JS29 と JS31 はほとんど変わらないタイムを記録したがチームは JS31 の使用を継続する決定を下した結局このシーズンはノーポイントに終わり設計者のミッシェルテツは不審の責任を取る形でこの年限りでディジェを去ることとなった http://www.statsf1.com/en/ligier/model.aspxf1 グランプリ特集1989年1月号 P67CBS に出版 F1GP8889P783 回道1988年12月 People マイケルテツ、ハット、F1 グランプリ特集1988年6月号、P74CBS ソニー出版 AB、F1 グランプリ年間19 89、1988-89CBS ソニー出版、1989年、P49。ISBN4 から7897から 0422X。レーシングオン1988年5月号ニューズ。 出版 F1 グランプリ年間 1988-89P137 グランプリ1988年メキシコグランプリ号 P293 回動。ありがとうございます。